ライフ、イエーイ。はい、今週も始まりました、しのぶとなるみの独立アメリカンライフ。はい、どんどんつぶやきから入っていこうと思いますが、あの、はい、ハッピーマザーズデー、はい、ハッピーマザーズデー、ハッピーマザーズデー、世の中のお母様、世の中のお母様、はい、いつもありがとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、うん、あのアメリカは今日があのマザーズデーですね。そうだね、昨日は昨日だったんですもんね、うん、イギリスは最後の日曜日なんだって、3月の。あ、そうなんですか。違うのは分かってましたけど、うん、最後の日曜日とは分からなかったな、ね、なんか国によって違うんだね、うん、へえ、うん。ということで、はい、つぶやきはなんか母の日にちなんだことをちょこちょこっと。そうだね、はい、はい、そうしましょうかね、はい、うん、あ、私の母の日は私は一応2つ準備して、はい、あ、3つか、まあ、シロさん入れたら3つなんですけど、うん、はい、あの、まあ、まずは自分の母親に、うん、あの花キューピッドで花を出して、うんうん、花キューピッドの宣伝して、はい、ね、でもなんで花キューピッドだったっていう理由が私は面白かったなと思ったんだけど、そうそう、花キューピッドしか全国配送してないからそう、かわいそう。沖縄はいつもあの全国沖縄ってなってますから、もうだからあれだな、サトウキビとか送ったらいいんだと思うよきっとだってもう沖縄の中でね、だって沖縄の中で、ね、じゃ沖縄に花屋さんがないかっていうのはあるんですよ、うん、あるんですけど、うん、ただあのオンラインで注文できる花屋さんが花キューピットしかない。うん、まあでも実際多分発送してるのはそのローカルのね、そうです、花屋さんなんだろうね、花キューピットと契約してる、うん、そうです、うん、ね、それがないから沖縄は、うん、もう花キューピットっていう会社しか選べず、花キューピットは割高っていう、うんうん、だってね、東京とかだとすごいたくさん会社ある、うん、あって、うん、どれ選んでいいか分かんないぐらいだもんね。いいですね、うん、このセレクションがありすぎるのもね、あんま良くないと思うけどね、うん、花キューピットしかないっていうのもどうかと思いますけど、本当ね、まあ、でも分かりやすくていいじゃんね、うん、そこら辺ちょっとね、あのあれですよね、沖縄ってこうエクスクルードされてるところありますよね、うん、そうだね、うん、沖縄と北海道だけ宅配料金高いしね、そう全国プラス北海道沖縄みたいになりますから、うん、明日立つとか言われてもさ、そう沖縄だけは明日つかないしね、つかないですから。でプラスなんかこの全国配送って書いてて、おーっと思って楽天見てたら、うん、沖縄エクスキュールされますみたいな、なんかもうこう全国でじゃ勝てないよみたいな、しょうがないよね、でもさ、もうちょっとカバレッジ大きくてもいいよね、だってアメリカなんかあんな大きいのに、はい、フェデックスどこでも行けます、ね、どこでもオーバーナイト行けるよハワイでもオーバーナイト OK だよ、本当ですか、うん、高いけどね、うん、でもなんかそうって考えたらさ、うん、そんなね、アメリカのもっと何百倍もちっちゃい日本なのに、はい、なかなかロジスティックは発達してないんだね。そうですね、本当にその通りだ、うん、か沖縄はもうハナキューピットしかチョイスがないので、うん、ハナキューピットで、まあでもお金払えばたくさん多分あるんだよ、もちろん沖縄までオーバーナイトするのはね、きっとね、でもそういう風にハナキューピットとかなんかその、うん、ほら楽天のこうディールとかっていうのにこう組み込めるほどではないんじゃない、おそらく高くて、かもしれない、うん、だから届かないからさ、多分届くんだけど、はい、きっと、うん、ただそういうサービスに組み込んでセールス品にするぐらいの、うん、こう原価を持てるような総量じゃないんだろうね、そうかもしれない、沖縄までは、はい、本当に not worth it って感じなのかもしれないですよね、うん、そうだね、うん、そうかもしれない、まあ、ビジネスのサイズは分かって、あの仕方ないのは分かるんで、うん、まあ、そうだね、花ピュッキュッピッキュッキューピッドでお花をお母さんに送ったのね、送ったんですよ、うん、それで、まあ、母はなぜか知らないけど、うん、花キューピッド母の日に届けるって言ったのに、うん、あの土曜日に届けて、うん、まだいいよ、私なんか栗きんとん買ったでしょ、はいはい、うちの母親に、うん、あのちゃんと12日か、うん、届くようにって買ったはずなのに、うん、メールが来て、はい、すいませんと、うん、あの配達 のなんかそのトラブルか何かで15日になりますって言われて、もう15日って3日過ぎてるよ、本当にまあそれもそれでね、いいかなと思って、まあ、お母さんに電話して、はい、あ、母の日のギフトね届かないんだってって言おうと思ったんだけど、うん、あ、なんか今日だから何を送るとか言ってないの基本的に、はいはい、いつ来るとか、うん、だからでも毎年母の日に送れるように買ってたけど、うん、だ今年はあ、今年は来ないのねって一旦思わしといて、はい、で15日にあら来たわっていうのがなかなか面白いかなと思って言わないでおこうと思って、プチサプライズしてるんですね、プチサプライズしよう、言わないでおこうと思って、そうなんだ、うん、うんうん、まあそれを私はやったんですけどね、うん、母にはそれをやってで、うん、ジェイコブの方には、うん、なんかジェイコブの方とかジェイコブは離婚してるので、まあ、お母さん側の方には、うん、
あの花をあらかじめ用意して送ってて、うんうん、なんか 1-800 フラワーみたいなのがあるんですよ。わかりやすい。本当にオンラインに。でもそこはなんか送料に花が 39.99 なのに、うん、送料に 29.99 かかって、高っ。だから送料めちゃくちゃ高くて、うん、だからもう他のところ探して、うん、で一番安いところを探したら、うんうん、なんか eBay って後ろさんが教えてくれたじゃないですか、うんうんうん、でその eBay っていうのをなんかアプライできて、うん、で3000円、まあ、4000円ぐらいのに送料12ドルとか手数料とか入れて、うん、まあ、5000円ぐらいだったんですけど、うん、それにあの 10% のキャッシュバックとか入ってた。そうそう、 30% のキャッシュバックだったんです。あ、すごい、うん、だから11ドル返ってきたんですよ。うん、はい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 。でもまあお金が振り込まれるのは8月とかですけど、うん、まあ確かにね、うん、でもそれ返ってきて、でジェイコムのお母さんに届いて、で、まあ、届いて、うん、無事に。それをまた今日届いたの？いや、土曜日に届いたんです。あ、土曜日に届いたんだ。はい、で土曜日に届いてって言って、まあ無事にそれも届いて、うん、でありがとうって言ってて、うん、で終わりましたっていうのが、まああので、シロさんにはね、あの、うん、シロさんは花を買おうと思ったんですよ、シロさん最初、うんうん、でどうしようかな、シロさん花買おうかなって思ったけどなんかシロさん花は嫌いじゃないって、花じゃねえだと、花は枯れるから買わないでってアンディに言ったってアンディが花とか買ってきてた時に、花は枯れるからあのご飯に連れてってって代わりにって言う。ほんと可愛くない女だよね、そこでありがとうって言っとけみたいな。いや、4回ぐらい言ったの、4、5回言ったよ、ありがとうってお花に、うん、でもちょっと待ってね、2、3年ぐらい待って、はい、うん、いや実はねと、うん、花じゃなくて、はい、嬉しいんだけど、うん、そのお花買うお金があったら、そのお金でどっかご飯食べに行くとか、はい、あの2人で使う何かを買うとか、うん、なんか残るものにしよう、うん、なんか捨てるとき寂しくて花って。そうですね、確かに確かに、うん、なんか枯らしてしまったみたいな。でも嬉しいよ、嬉しいけどね、はい、お花をもらうと、うん、嬉しいけど、うん、そのもうぶっちゃけ言うと、うん、あの家計を同じにしてる人から花もらいたくない。今自分が自分で花買ってるようなもんじゃん。確かに確かに。だったらせめてお金払うんだったら、はい、なんか残るものにとか、うん、一緒にご飯を食べるとか、うん、そんなとまだなんかこうプロダクティブな感じするんだけど、わかりますわ。自分の お互いの銀行口座から出てって枯れる花を買うのがなんかすごく嫌で。でも他の人、はい、お友達とか、うん、なるみちゃんとかからもらうのは私の家系じゃないから、うん、嬉しいのよ、すごく。あ、そうなんだ、シンプルに知らなかった、うん、まあまあ、うん、でもまあでもベストギフトでした。そうそう、それで迷って、うん、でどうしようかなと思って、でジェイコブはなんかあの ジョークにもなるし面白いからなんかクッキーのなんかマンって書かれてハートのクッキーをしかもなんかさ、うん、サンキューとかさ、うん、ハッピーマザーズデーとかたくさんあっただろうにさそうそう、なぜマムって書いてあるやつにしたんだお前はっていう、なんかおかんって書いてあるやつをねわざわざ買ってきてね、でそれでいいと。確かに受ける。で私はもうなんかプラクティカルなものにしようと思って、うん、あのまあ、フライパンのところ見てたんですよ、うんね、普通にワックにしようと思って、大きいワック。なんかこう最近下がくっついてきたじゃないですか。そうなの、そうなの、あれがね、うん、もうあれ7年か8年かっていうかね。あ、そうなんですか、うん、だからどうしようか、これも買おうかなと思ったんですけど、でもなんか篠さんが、うん、あの小林家に行った時に、うん、鉄板でなんかこのステーキを焼いてて、そうそう、ね、で、うん、なんかオーブンにそのまま入れられていいなって言ってて、そう確かいいなって言ってたなと思って、さすがって思って鉄板を買った。さすが小獣と分かってる、その辺分かってるわ、もうかゆいところに手が届くだからいつもなんか欲しいなっていうのをあの買い足してるんですよね、何かの機会に。なんかね、うん、すっごいいただけて嬉しい、あーこれ欲しかったんだっていうのがいただけて本当嬉しい、うん、ありがとう、あ、いい、ありがとう、ぜひ使わせてもらいます。あれでテキサスあのステーキを、はい、ハンバーグでもなんでも、あの、うん、あのりおさんから教わったからね、はい、ステーキの美味しい、すごい美味しく作ってたよね、のりおさんね、うんうん、だからそんなにすごい高いお肉じゃなくても美味しく作れるって言ってたから、うんはい、うん、でもパッてのりおさんが買った肉見たら、うん、高っと思ったけどこれ6人家族は厳しいと思ったけど、確かにね、確かにね確かにその通りだ、うん、そう、はい、そうだね、うん、はい、
でしたって、私がもうそれが私の母の日でした。はい、はい、そうですね、まあ、ちょっと私もかぶってしまったので、うん、じゃあなんか少し別なものを、まあ、母の日のコメントにも当てはまるかな、うん、なんか昨日エリカが淡々と私に、うん、あのソーシャルネットワークの、うん、あのジェームス・チャールズ、はい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 、はいはい、私もよく知らないのよ、エリカから聞いただけだから。私ハイ・シスターズの人いるじゃん。そう、私がエリカに教えたんです。あ、そうなんだ、はい、うん、それをエリカが言って、でエリカがファンじゃない、ジェームス・チャールズの、うん、ジェームス・チャールズって知らない人はあの17歳からバカ売れしてもうミリオネアになった、な、何、メイクアップアーティスト、メイクアーティストまではいかないです、サーティフィケを持ってないので。あ、じゃあメイクアップで有名になっているインフルエンサー、ね、そうですね、まさに14億人です、ね、うん、そうだよね、うん、で17歳からブレイクして、はい、でカバーガールとかにねピックアップされて、はい、初めてのなんか男の人のモデルみたいなのになったんだよね、はい、でその人をなんか育てたっていうか、うん、その人が全く有名じゃなかった頃に、うん、こう有名になるまでこう支えてきて、うん、で有名になってからも支えて、うん、ずっとなんかこう彼のことだけをちゃんと考えて支えてたこう、うん、メントーみたいな人がタティさんって人がいるんだよね。タティ、はい、そうですね、タティさんはなんだ、メイクアップアーティストなんだよね。そうなんです、メイクアップアーティストなんですけど、彼女は昔、うん、ベアミネラルっていう、うん、あの化粧品あるじゃないですか、そこで、うん、知らない、あ、うん、化粧品会社なのね、はい、あるんですけど、うん、そこで働いてたので、うん、メイクアップアーティスト で、 で彼女についてちょっと補足なので、私は結構彼女をフォローしてるので、へ、すごい綺麗な人だね、はい、よく知ってるんですけど、うん、キム・カナダシアンと同じ年で、30代の、まあ、後半になるのかな、そうなんだ、はい、うん、で彼女のすごいところって、うん、YouTube 動画を月曜から金曜まで 5つ出し続けて、うん、7年やってきたんです。すごい、 それって本当に難しいんですよね、だって毎日違う、ね、うん、アイデアじゃなきゃいけないじゃんね、うん、で、うん、毎回すごい綺麗に作られてて、うん、それを8年間7年間ずっとやり続けた人で、うん、今になって少しずつなんかワインダウンしてて、うん、子供が欲しいっていう理由から、うん、まあ、週に3回の動画になってるんですけど、うん、まあ、それだけでプラス彼女ってブランドディールって言って、このブランドと、うんうんうん、スポンサーみたいな、スポンサーシップを一切やらない人なんですよね、うん、今まで全部蹴ってきてるんですよ。じゃあ、自分だけの、うん、はい、ん、その時は自分が働いてる化粧品会社のことを宣伝したの、それともどの会社ってわけじゃなくて、ただもう How to do makeup みたいなことだけをやってたの、ま、でも彼女どっちかというとレビュー、だから新しい新商品を自分で買ってきて、これはこういうところがいい悪いっていうのを言う、もうじゃあそれもスポンサー関係一切ないから、もう悪いものは悪い、はい、いいものはいいっていうだけ、はい、だけ、うん、のだからみんなピュアなオピニオンが聞けるから、そうだね、人気出るよね、はい、で彼女を見て、うん、彼女は今昔前までは4ミリオンぐらいいたんですよ。へえ、まあ、その彼女が、まあ、メントワーの人です。そうだよね、うん、でそのバックグラウンドを知らなかったんだけど、はい、今日初めて今日の朝私がメイクアップしながら、うん、あのエリカが見てくれって言ったタティさんの、うん、そのバイシスターズって書いてある、はいはいはい、もうなんかジェームス・チャールズにこう別れを告げるみたいな、うん、47分かいと思ったけど、うん、見始めたらもうハマっちゃった私、ハマりますよね、もう涙涙私涙涙でもう、うん、この人もう私、うん、ジェームスのことをよく知らないから、うん、一方的なことしか言えないんだけど、うんうん、見てて、うん、なんかすごい親の気持ちになっちゃって、うん、なんかほら子供って必ず親の気持ちを欺くし、はい、親を無意識に傷つけるし、うん、もうそんなようなもんじゃん、うん、もう親の気持ちなんか分かんないから親になってみないとみたいなね、うん、だから そうなのかなって最初聞いてたの、うん、なんか親の気持ちで付き合ってて、うん、でジェームスがこう育っていっちゃって、うん、なんかこう最初はね、うん、思った時はこう育っていってしまう、こう自分から離れていってしまうから少し寂しくて、うん、少しジェラシーで、うん、こう子離れできない親、うん、みたいな感じかなと思って見てたら、うん、全然違うじゃんと思って、うん、この人すごいプロフェッショナルだし、そうなんですよ、すごく公平な目で見て本当にジェームス・チャールズのことを考えて、うん、物事を損得なく言ってくれてるじゃない、うん、なんか聞きながら、うん、あのマイケル・ジャクソンもそう、うん、ホイットニー・ヒューストンもそう、うん、みんなあそこまですごいフェイムを築いた人って、うん、あの失敗していくのが、うん、周りが全員損得感情だらけになるからなんだよね、はい、周りに来る人は家族も含めて、うん、みんな損得感情しかないような人が固まるから、ね、うん、どんどんやっぱ落ちていっちゃうだったら、うん、みんな基本的にマイケル・ジャクソンもホイットニー・ヒューストンも落ちちゃった人たちだから、うん、ね、レイ・チャールズとかもそうだし、はい、
でもなんかそのマイケル・ジャクソン の,、うん、あのあごめんなさい間違えた、ホイットニー・ヒューストンのなんかこうライフドキュメントみたいなのがたまたま、うん、あの全日空でやってて、うん、フライト上で、うん、映画になってて1時間半の、うん、その時になんかそのジャーナリストの人がそういうすごく有名になってね、はい、落ちていく人たちにあの共通に欠けているのは、うん、その存続感情なしにアドバイスをくれる人、うん、でその人のことを聞けるか聞けないかなんだって、うんうん、でだから本当なんかそれがジェームス・チャールズとこのタティさんにアプライされてるなと思って、うん、タティさんは基本的に本当に彼のことを考えて、うん、いろいろ物事を言ってたんだと思うんだけど、うん、きっと彼が良くも悪くもその損得感情のある人たち、エージェンシーだったり、うん、その有名になってからできたお友達だったり、うんの人がやっぱみんなこうインフルエンスするわけじゃん、はい、もうそんな聞かなくていいあの女のことは、うん、みたいな。でやっぱ若いしね、うん、お金あるしね、うん、だからタティさんがさ、うん、なんかお前は何者だと、うん、っていうことを言ってたけど、私聞きながらもうその通りと思って、うん、その通り、なんか Your ego is bigger than なんとかなんとか、そうだからあなたがどんなものかわからないけどみたいな、うん、その誰であっても、うん、あなたになんかディスリスペクトする権利はないみたいな、うん、たとえそれがあなたが素晴らしい億万長者でも、うん、政治家でも何であっても、うん、あなたになんかこう一人一人の人間を、うん、なんかディスリスペクトするような、うん、あのなんかそこまで、うん、あの偉い人間ではないお前はみたいなことを、うん、言ってて、うん、なんか聞きながら、うん、本当ジェームス・チャールズこの人手放したら、うん、落ちる一方だよって思っちゃって、うん、なんかすごくこう仲直りしてくんないかなとか思いながら見たけど、うん、なんかタティさんの気持ちがなんかすっごい伝わって、うん、よっぽどすごいこう思いやりっていうかこう何ほら、うん、あの真剣に、うんうん、こう彼のことを考えてくれてるのは、うん、多分この人だけなんだろうなと思って、うん、なんでね人って変わっちゃうんだろうね、うん、なんかこう見えなくなっちゃう、うんうん、寂しいなとかね、うんうん、思ったねすごくね、うん、なんかもしね皆さん時間があったらタティさんの、うん、あのね見てほしい。なんかそれで2ミリオンぐらい減ったんだって。そうなんですよ、ジェームス・チャールズのフォロワーが。すごい。それはもう私も減るわ申し訳ないけどもランレッスンつって減らすな本当に。でもなんかそれが結構今ビューティーコミュニティで、うん、アメリカの YouTube のビューティーコミュニティで結構大きな問題で、うん、で結構トップ2が争っちゃってるから、うんうんうん、なんかこの、うん、タティさんはまだ2億人増えて、うん、今4ミリオンから8ミリオンぐらいまで伸びて、うん、であの、まあ、ジェームス・チャールズは2ミリオン落ちて、うん、で何がまあこの発端、まあ、少しこのバックストーリーですけど、うん、発端かっていうと、タディさんはサプリメント会社を自分で作り上げたんですよ ね、うん、でそれがすごいいいって言われてて、うん、で本当に女性の体の中から綺麗になってほしいっていうのが、うん、まあ、タディさんの気持ち、うん、でやったんですけど、ジェームス・チャールズはタディさんになんかもう自分あなたのサプリメントをもうなんていうのかエクスクルーシブに、うん、あのディールするから他のはもう絶対売らないと、うん、もうあなたは私のメントだし、うん、親みたいなもんだからもう絶対やらないよってことを約束してたのにかかわらず、うん、彼が違う、うん、シュガーベアっていう、うん、ケムカラダシアンをなんかこうプロモートしている、うんうんうん、知ってる、あるじゃないですか、サプリメントをプロモートして、うんうん、あ、じゃあそれはなんかディールからなんか来たんだろうね。はい、だから多分ミリオン、うん、2ミリオンのディールが来て、うん、もう勝手にサインして、うん、でそれをタティさんには一切言わず言わずにやっちゃったわけだね。終わった後になんかやったからね、うん、みたいな、うん、でもそれでもう今まで溜まってきたのがずっとあって、うん、それで切れて今なんですけど、うん、いろんな、いろんな人が乗っかってますよね、うん、今ジェフリー・スターも乗っかってて、うん、でその上にあのシェイン・ダーソンっていう一番、うん、あ、シェイン・ダーソンね、なんだっけ、シェイン・ダーソンが どんな人だっけが、あの、今トップクラスで今アメリカの YouTube で人気の、その人はどういう関係の YouTube をする人なんだっけ。なんかドキュメンタリーですね、なんか最近やったのはジェフリー・スター「Secret of the Jeffrey Star」みたいな、そうだ、なるみちゃんが言ってくれたやつだ、はい、面白いよこの人って、すごく面白い、なるほど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 、うん、なんかタティさんもその40何分のバイ・シスターズで言ってたけど、そのサプリメントがうんぬんじゃないって言ってたよね、うん、なんかその7日間、うん、自分に、うん、あの言えるチャンスがあったんだって、うん、ね、うん、そのディールの話があって、はい、実際にそうなるまで7日間あったと、うんうん、
その時に、まあ、それが彼の決断ならそれはそれで良かったんだけど、うん、なんで一言も言わなかったのかっていう言ってくれなかったのかっていうのですごくこう嘘をつかれたみたいな、うん、まあでももちろんなんか話を聞くとねそれが発端だけどなんか多分あれだろうねファイナルトリガーだったんだろうねきっとね、うん、なんかもうラストねスパークじゃないけど、うん、それでもう今までのやつがもうブチ切れたみたいな感じだろうね、うん、だ結構、うん、結構やっぱヒートアップしてますねすごいね、はい、でもなんか聞いててすごく心が痛かったけど、うん、でもなんかこうね、でもあの人はクラッシーですよね、うんうん、本当に聞いてると、うん、やっぱ確かに17歳で有名になっちゃったから、うん、自分のね、うん、人間として立ち上がる前に、うん、もうお金ができちゃって有名になっちゃうとやっぱりほらパーソナリティがさちゃんとしてない部分、はい、いろんな人からインフルエンス受けちゃうから、そうですよね、ね、あの難しいんだと思うんだけど、うん、でもタチさん的には、うん、そうは言えども、うん、もうお前の年齢はそんなエクスキューズをしてるところではないと、うん、もう自分の頭で何が正しいか考えて行動できるはずだろうと、うん、だから何か聞いてて思ったのは、うん、多分タチさんがこれから多分ミリオン例えばフォロワーが上がっていって、うん、例えばジェームス・チャールズが下がっていくとするじゃない、はい、やっぱさ基本的にさ残ってる人ってみんなジェニュアインなんだよね、そうですね、トゥルースだし、うん、基本的にやっぱりその人が人として、うん、やっぱりこうなんつうのかな裏表がないから、うん、こうステディーに、ね、うん、フォロワーがつくというかね、うん、こうアップダウンアップダウンとかしないんだろうね、うん、だからねなんかねジェームス・チャールズもね、うん、なんかこうどうなるんだろうねこれからと思って、そうですね、これでなんか心改めてね新しい方向に行ってくれたらもっとね、はい、うん、いいだろうねと思うけどね、うん、エリカがね結構好きでハマってる人だからね、はい、結構ヒートアップしてますね、もう見てますもん、ね、私ドラマチャンネルとかわーって見ながら、うん、どうなってるどうなってるどうなってるって、うん、って見てます。そのドラマチャンネルっていうのはそのインフルエンサーたちだけを取り上げてるドラマチャンネルなのがあるんですよ、うんうん、こういうことがありましたこれがスクープですとか、うん、結構それを見ながら、うん、あそんなことがあったんかと思う、うんうん、じゃああれがじゃあきっとなるみちゃんが億万長者になるぐらいのインフルエンサーになったら、うん、多分私がタチかきっとじゃあ何が私がタチさんになるのかななるみはそうじゃなかったっつって昔はあんなんじゃなかったっつってなんか変わる人なんだ私変わる設定なんだ、まあ、変わらないと思うけど、うん、私変わる設定にいるんだね、うん、いやまあちょっとね、それがつぶやきでしたすいません、はいはいはい、長くなっちゃいましたけど、でもなんかちょっと小さい時とか幼い時に成功しすぎちゃうっていうのもちょっと問題です ね、みんな失敗してるよね、マコーレ・カルキンとかさ、はい、そのあとほらリンズィ・ローハンとかさ、うん、みんな子役スターの人たちって潰れちゃってるよね、うん、はい、ちょっとこのあれですよね、辛いね、うん、辛いなと思います、ね、うん、じゃあのつぶやきはここまでにして、うん、はい、あのトピックに入りたいと思います、はい、今日はあの仲直りの仕方についてちょっと話していこうかなと思います。なんかこう、はい、やっぱり人生生きていく中で、うん、いろんな人とぶつかりながら、うん、生活していくわけで、 そうだね、それがまあ彼氏彼女だけなくて、うんうん、友達だったりとか、うん、親だったりとかでいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、母がなんかあのトピックどうしたらいいかなって私が聞いた時に、うん、仲直りの仕方について話してないんじゃないまだっていう話をして、うん、喧嘩はこうやって母が起こりますっていうのを話したけれども、なるほどね、仲直りの仕方はまだ話してないから、うん、話してみたらどうっていうこの母の意見だったので、あの、うん、Thanks Mom って感じですね。なるみちゃんのお母さんにお題をいただいて、うん、はい、うん、今日仲直りの仕方について話していこうと思います、うん、なるみちゃんのお母さんは何かあったの、そこで私はこうしてるよっていうのはあったの、なるみちゃんのお母さんの仲直りの仕方、まあ、そんなに喧嘩はしないのかもしれないけど、うん、で話したんですよね。で私と母は全く喧嘩しないんですけど、うんうんうん、で私がどっちかというとこう中に、うん、あの入るタイプなので、もしなんかあったらこう、うん、かシャッてそうそう空にドアクローズみたいななるみ商店クローズみたいな、そう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 シャットダウンする人なんですよね、私は結構っていうかもうかなり、うん、あのそれであの母はそれが分かってたから、うん、あれって言ってました、なんかどうしたの何が問題なのっていうのをもうひたすら聞いてたらしいですね、うん、あの小さいなるみちゃんに対して、はい、うん、で喧嘩とかでうわーって私は言わない分、うん、何があったの何が問題なのなんで怒ってるのっていうのを全部ポイントアウトして、うん、なんか、うん、あの聞かないと私は喧嘩するっていう人ではなかったみたいな、うん、今でもなんかこう喧嘩とかっていうのはあんま得意ではない方ですね、うんうん、もう
一応黙ってもうクールダウンして時が経ってしまおうかみたいな感じ。そんな感じですね、うん、と特にですね、うんうんうん、あんまり喧嘩を自分から起こして、うん、で平和主義だから、うん、あんま怒られるとこうわーってなってるのがすごく苦手で、うんうんうん、だからそれするぐらいやったら喧嘩しないみたいなのも今までずっとやってきたタイプ、うん、で、うん、初めてですね、うん、ジェイコブが初めてあの喧嘩するの、うん、言いたいこと言う。いやそれは健康的なあれだよ、付き合いってことだよ。そうですよね、喧嘩しない方が本当おかしいと思うから、うん、私は、まあ、その喧嘩の仕方はどうであれね、うん、なるみちゃんが黙って、うん、ジェイコブが言うとかそのいろんな方法はあるけど、はい、喧嘩するのは当たり前よ、うんうん、だから、うん、めあの新しいですね私は、うん、ジェイコブ、うん、でお互いなや、うん、あの学んでるところだよね、はい、コミュニケーションの取り方をね。本当にその通りです。どうやったらね、うん、あの上手に喧嘩できるか、はい、うんね、言いたいこと言ってますもんね、うん、じゃあそれはいいと思うよ、うんうん、で喧嘩はもう結局どっちかが折れるか。そうね、はい、うん、それしかないね、はい、うん、折れないと始まらない、開き直りだね。そうですね、うんうん、千葉さんはごめんなさいって言うタイプですか、うん、私はごめんなさいは全く言わないタイプです。わかる。だって私も言わないもん。負けたくないんです。そうそうそう。いかに自分が正しいかをね持ってくるんですよ、いろんな証拠を取ってくるね。そうなの、うん、もうね裁判のよう。Well, 3 days ago as far as I remember what you said みたいなさ。それ関係あるか3日前に言ったことみたいな、うん、なんかこう、うんうん、あの本当にねよろしくないと自分で思ってる、すごく思ってる。 うん、すごく思ってるけど、うん、あの基本的に謝らない。謝るのは、はい、あのいや謝りたくないわけじゃなくて、うん、本当に自分が間違ってるって納得できたら、うん、すぐ謝れるの。そうで、もしくは私が悪いことをしたなって思う時には、うん、何にも別に謝りたくないんじゃないのよ、うん、あの自分が悪い時は全然謝れる、うんうん、例えば、うん、なんだろうな、例えばこうなんだろう、ポンって出てこないけれども、あ、うん、これは私が悪かったなって思う。あの、しのほら、あのショーンを間違えてピックアップするの忘れた時謝ってましたもんね、ショーンに。あ、完璧に謝りましたね、うん、それはあのお母さんは悪かったなって。そう、もうあれ本当に悪かったって言って、うん、だからそう悪い時には謝る、うん、でも何かこう意見の違いとか出た時に、うん、はい、私が自分の意見が正しいってよりかはその、うん、あなたの考え方が間違ってない、うん、って思う時は、はい、それを分からせるまで、うん、すごい努力しちゃう。その努力は、うん、何の努力なんだろうって思うんだよね、うん、基本的に、うんうん、昔からそうでした。昔からそうです。あ、そうなんだ。おそらくそう、多分昔から。だから昔から兄弟喧嘩してた時も、うん、親とは喧嘩、親は喧嘩する、うん、あの、うちの母親と喧嘩っていう喧嘩はなくて、うんうん、っていうのもあまりにももうリスペクトだったから、はいはいはい、あのこなんだろうね、ムカつくことは何回もあったけど、うん、でもどれだけ母親が頑張ってるかは分かってるから、うん、やっぱその線一線超えて生意気な態度とか取れなかった、うん、だから大学行かしてもらってるのも何をやらしてもらってるのもどんだけ母親が頑張ってるかをもう目に見えて見てたから、分かります、うん、言えなかった。分かります。どんだけこのクソババアと思っても、うん、なんかこうはいはいって言ってこう飲み込んでる感じ。へえ、映画と全く違います、ね、違うでしょう、もう本当に。だからどっから来てんだろうお前のアタチューだと思うんだけど、うん、でもまあ だからあんま喧嘩してないんだけど、うん、その兄弟喧嘩、うん、うちのお兄ちゃんとちっちゃい頃からやっぱ言い合いをしてて、うん、でそれはいつも私が怒られてた。あんたが本当一言多いって言って、でしかもその言い方が可愛くないって言って、はいはいはい、でお兄ちゃんが何かやったことに対して、うん、私がこうあのなんだろう、まあ、一言余計なことを言うのよね、はいはい、もう終わってる会話なのに、うん、またこう最後の、うん、なんかこう火花を飛ばすみたいな、うん、だったら最初からこうじゃなかったじゃないとか言っちゃうわけ。もう終わった会話なのによみたいな、うん、それそういうのはあって、なんかこう、うん、多分こうなんだろうね、うん、こう常に正しくいたいんだろうね。
うん、おそらく自分がね、うんうん、まあ、99.999% 篠さん正しいですから、ね、いやいやいや間違ってることもあるよ。たとえ正しいことを言ってても、うん、その言ってるタイミングが完璧に間違ってる時あるじゃん、うん、今もうこれ以上この子に言っても、うん、もう聞く耳持ってないし、うん、もう自分が怒りを発散してるだけで、うん、私が気持ちよくなってるけど、うん、聞いてる相手はもう完璧にキャパシティ超えてるし、うん、もうこれ以上全然聞こえてないって時にも、うん、もう そこはもう大人になって、うん、もうこれ以上はもう明日ね、うん、ゆっくり話そうとか全然できない。あ、もう終わってないまだ終わってないよお母さん、うんうん、その会話してますもんね。そう、うん、行かないでまだ終わってないから、うんうん、なんか白さとあのなんかエリカが子供のね、喧嘩じゃないですけど、まあ、言い合いね、言い合いがあるじゃないですか、うん、でいつもなんかあの私はまあいるからもう慣れるんですけど、うん、その言い合いもってうわーって言って、うん、でもうエリカに私シロさん言いましたけど言ったんですよね本人に。で止まらないんですよ。でなんで止まらないかって言ったら、うん、エリカが言い返すからもう悪いです。完全にエリカが言い返すから悪くて、ただあのなんかもう Yes ma'am Yes ma'am って聞いてればいいのに、うん、そうそうそう、いつもなんかこうだしああだし、うん、なんでかとかよく分かること言うじゃないですか、うん、あの子そうなのよ、なんか、うん、へっとか笑ったりとか、そう笑うわけ、そう笑おうもんならもう私そっからプラス1時間よ。そういうだからもうエリカになんかこうここだってっていつもなんかこう言われると、うん、あの後ろさんに対して、ね、うん、でそしたらもうちゃんと聞いたらいいさ。本当そう思う、うん、Just listen、うん、Don't say anything back ってもし終わらせたいんだったら早くそう If you wanna make it fast、うん、then don't say nothing back、うん、そうなのよ。でただ Oh yes ma'am yes ma'am I'm sorry って言ってでこの僕これが悪かったとやります次回からと言えばいいと。でなのにいつもなんか No なんとかなんとかって言うから、そうなのよ、常に正当化したいの、そう、うんうん、その justify は何のためにやってるのって言っていつもね、もうねマミ本当ね同じことばっかり言ってね、もう、うん、too long って言われるんだけど、うん、いや同じことばっか言わしてるのはお前でしょ、分かったって言うと but ってくるでしょ、そうそうそう、but I don't have a time to clean my room とか、そうそうそう、 yes you do if you have a time to hang around with your boyfriend yes you do 本当にね、時間ないとか言う、時間ないとか、うん、アルバイトが忙しいとか、うん、いろいろまあ言い訳は出るんだけど、ね、はいはいはい、そういうの見てるといつもなんで学ばないんだ、うん、エリカはと思う。そうね、まあ確かにね、うん、仲直りの仕方を学ばないんだと思います。確かにね、だまあそのまあ夫婦はね、夫婦っていうか、うん、親と子供はもう、うん、あのいいと思うのよ、うん、特に完璧にちゃんと終止符つけて仲直りできなくても、はい、治るから治りますなよいいんだけど、うん、彼氏彼女とか、うん、あの夫婦はやっぱちゃんと仲直りの仕方を、うん、あのそれが多分キーだなって思うけどね、そうですね、こう積み上がっていかないっていうの、うん、こう累積していかない、うん、それはじゃないとこうドカーンってなるじゃんそのうち、本当にその本当にその通り、それが私の、うん、まあ、プリビエスレーションシップはそれでした、うん、私が言えなくて、うん、ずっと溜め込んでて、うんうん、結局もうボロボロボロも泣き始めてで自分ドッカーンだよね、そう どこから始めていいか分からないんですよ、うん、言ってこなかったから、うんうんうん、で結局泣いて相手意味わかんないし、うんうん、で私はずっと泣き続けるし、うんうん、みたいな、うん、I don't know I don't know I don't understand I don't understand、うん、もうそれがもう口癖、うんうん、で、うん、結局どこにも行かずに、うん、まあ、なんかごまかして終わるっていう、うん、リレーションシップだったんですよ、うんうん、あまりにも好きすぎたからね、そうなんですよ、よくない、うん、それもよくないよね、はい、惚れすぎちゃってね、はい、なんか言ったら、ね、嫌われちゃうんじゃないかとかさ、うん、く怖くなっちゃうじゃん、はい、それが今はそれに比べてどうなの、どういう風に仲直りするの、あの私折れないですよ。折れない、折れない、折れないんだね、うんうんうん、健康的だ、そうそうそう
それね、なんかあの面白いなって思ったエピソードが、うん、なんかジェイコブがなんか私家に来るとスイッチが切り替わるんですよ、ね、うんうん、車オンモードとオフモードみたいな。そう、というか、うん、あの車に乗ってると、うん、ジェイコブだけの話を聞いてるじゃないですか。でもここに来ると犬もいるしね。そう、いろんなことが頭に入って、うん、あのしのさんが料理したしのさんの料理に手伝うとか、うん、何々するとか頭の中でいろんなことが入るんですよ、うんうん、だから彼の話が耳に入らなかったりして、うんうん、でなんか君はなんか一回また聞いてくれないみたいな、うん、まあ、うん、I can't ignore me みたいな、うん、無視したみたいなこと言って、うん、でそれでわわわわって怒ってて、うん、Are you mad? って、うん、I'm mad って言うから、うん、じゃあ怒ってろと、うん、それで上に上がってったんですよ。でそれで私もなんかもうめんどくせえなと思いながら上に上がり、うんうんうん、でそれでなんか言ったんですよね、彼に対して、うんうんうん、でそしたらあのなんであなたは、うんうん、あのこの彼も聞かないところがあるじゃないですか、うん、コンディションのおかげで、ね、で、うん、聞かないところがあって、あなたが話を変えたりとか、うん、聞かないとかは OK なのに、うん、私は別にそれがあなたのコンディションだと分かってるのに、うん、なんで私がそれをするとそんだけ切れるんだ、切れるんだって、うん、意味が分からないって言ったら、うん、あ、そうかで終わるんです。な、彼は納得したら終わるんですよ、うんうん、ちゃんと納得して謝れたら終わりで、うん、それでアーギュメントは終わりなんですけど、うんうん、それを父と母に言ったら、うん、なるみ意外にロジカルだねって言って知らなかった、そんな頭良かったのジェイコブを任すぐらい頭良くなったんだね、なるみはさすが MBA だって。そこ多分ね MBA 一切関係ないと思ったけれども、うん、まあまあまあ言うとこうか、そう、言うとこうかね、としてはなるみはそこまで頭良かったんだ、バカだと思ってたねずっとみたいな、ひどいそう でそんなって言われました、ね、うん、だから、うん、このいつもこう会話はこう私折れずにいつも言い返してるんですよ、ね、うんうん、でもってことはやっぱなるみちゃんが9割方正しいこと言ってるんじゃないの、うん、ただほとんどの場合が、うんうん、だよね、はい、おそらくね、で、はい、それを多分理解してくれてる、まあ、理解してるけど話をした後に理解してるんだろうね、はい、で今までこれだけは理解できないってことあった、向こうがですか、うん、あ、これだけは理解できない、未だに理解には及んでないけどもう開き直ってるみたいなことある、それはまああのあパブリックで の,、うん、あのアフェクション、うんうんうん、パブリックでのラブラブなんとかっていうのは未だに理解できないけれども、どう、まあ、しょうがないから、うん、こう折れてるみたいな感じか、はい、うん、私は絶対にあの、うん、もうやらせないですから、うんうんうん、だからそれは折れてるのかなと思いますけど、うん、まあそれなんか文化的なものだよね、はい、確かにね、でもそれ以外は普通にちゃんと話し合って解決してますね、うんうん、でもいいなって思うのは彼が諦めないんですよね、うんうんうん、だから何が悪いの、何がおかしいのって、うん、What's wrong? What's wrong? ってちゃんと聞くんですよ、ね、私、うんうん、私やっぱりおうちこうしこうもうめんどくさいなっちゃうからね、そうそうそう、うん、もういいよってね、殻に閉まるじゃないです か,、うんうん、だからそれを母のようなテクニックで解決しようとしてるのは、うん、多分一番私に向いてるテクニック方法、うん、私がこう、うんうん、あの仲直りする喋んなくなっちゃうから、はい、うん、だから彼はそれをちゃんと解決するまで、うん、ずっと話し合って、うん、めんどくさいとも言わずに話し合うから、うんうん、今まで持ってる、うん、なとは思いますね、うん、だそうやって解決してます私たち、うんうん、まあ、若干 OCD もあるね、私と似てるからね、そうですよね、うん、完全に OCD、 この喋りたい時に、うん、こうなんかうやうやし、例えばね、うん、それクリーニングと一緒よ、はい、そこにシミがあるのに、うん、なんで取らないまま寝れるの、うん、そうっていうのと、そういう人、というのと全く一緒で、うん、未解決な問題があるのに、うん、なんで、うん、普通にできるのみたいなのは私はすごい分かる、ジェイコブの気持ちが、うんうん、そういう感じ、うんうん、あ、オフィスが入ってきた、入ってきた、うん、そう、そんなところが、まああのうん、OCD なのかもしれない、うんれれ、うんうん、あの多分そのなんだろうな、性格の傾向は似てるだろうね、はい、うん、私も本当にそういう感じだから、アンディさんとはそんな感じですか、いやいや、あのアンディはお互いがもう感情的になりすぎてる時は喋、うん、るのやめようっていう人なの、あ、へ、うん、でも私は今この熱い時に全部喋っちゃおうよもうみたいな、うん、もうなんで
なんで待っちゃうのみたいな、うんうん、だからその時に私は その時に最後まで行きたいのよ、はい、その結論まで行きたいの、うん、そのちょうど話し合ってる時に、うん、でもあまりにもヒートアップすると、うん、アンディは必ず止めて、うん、いやちょっともうこれは時間置いて、うん、もう少し冷静になってから喋ろう、うんって言うんだけど、うん、私が引かない、うん、だからそういう、うん、私が引かない時には、うん、アンディはどっか出ていくっていうね。あ、そうなんだ。フィジカルに離れたらもう喋れないじゃん私。確かに、はい、喋らして、喋れないみたいなね。そうするともう私もあのノーチョイスに、はい、あのカームダウンするから、はい、そうすると、うん、あ、もうなんかどうでもいいやとか思ってきちゃうね、うん、そうするとやっぱりこう感情が落ち着いて、うん、思い返すと、うん、まあ、そこまで論争するようなポイントではないなと思って、うん、なんか終わったりとかね、うん、はするけど、うんうん、でもアンディさんが喧嘩変わらないタイプですもんね、うん、基本的に嫌いだね。なるみちゃんと一緒で、うん、似てると思います。あのコンフロンテーションとか、うん、あのアーギュメントとかは、うん、あの本当に耐えられない、はい、あの人なので、うん、嫌なんだろうね、うんうん、もうすごくアンディさんのやり方に私似てるなと思います、うん、自分が、うんうん、こうできるだけそうなんか論争がないように、うん、みんなが平和なようにみたいな感じのところは似てる、うん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 、でもコアな部分だけは、うん、あの結構言ってくるよちゃんと。おいますか、うん、すごくコアな部分ね、子供の、はいはい、子供に関わることとか、うん、本当にこう大きなところ、うん、なんか仕事のね転職に対しての考えとか、うん、そういうのはちゃんとこうなんつうのかな、こう言い返してくるというか、うん、しっかりこう諦めないで意見言ってくるけど、うん、なんかちっちゃいこと、はいはい、うん、はもう別にどうでもいいみたいな感じ、ちっちゃいことはこうなんかもう、うん、いやいやもう別にこれ以上話しても意味なくないとか、うん、そういう感じ。へえ、うん、面白いな。でもなんかそれだからまあ確かにいいんだろうね、はい、あの私とジェイコブが一緒になったら大変だよ。大変なことになると思いますよ、うん、もう大変だよ、もうずっと喋ってるよきっと。ずっと喧嘩してる、ずっと喧嘩してる、うんうん、もう本とか出して喧嘩してる。何条とか何とかの何条はねこうやって書いてあるもん。なそうか、そうか、もう論理的でね、いかにね自分いかに論理裁判みたいになるね、毎回。そうそう、自分を正しいと言いさせるかみたいな。そうそれは面白いな。だからまあみんななんかこうアポゼにアトラクトするみたいな、うん、あるんでしょうね。違う、うん、自分と全く違う人を好きになるっていうのは、うん、あるんだろうね、うん、結局ね。でも、うん、結局はね、うん、あのボロムラインはこうなんかこうほら、あの Do you wanna stay together or do you wanna be right、うん、って言うじゃん。そうですね、なんか正しいことを証明したいのか、うん、その人と一緒にいたいのか、うん、どっちだと、うん、その人と一緒にいたいなら、うん、もう nothing that important みたいな、うんうん、いいじゃん一緒にいれるだけでみたいなね、うん、でもなんか、うん、あのジェイコブ あのお母さんのおじいちゃんがすごく仲良しじゃないですか、うん、52年一緒にいる、うんうん、おじいちゃんがとこの今ジェイコブのお母さんと結婚してる相手、うん、レンさんって言うんですけど、うん、が使ってるタクティックはもう全て奥さんが言うことに対して、そうあの OK babe、 そう OK babe、 もうそれがねもう男の中の男、うん、って言ってます、うんうん、本当にそう思う、うん、なんか人からしたらね情けない男っていう風に思われるのかもしれないけど、うん、なんかレディーズメンみたいなさ、うん、情けない男みたいな風に言われるのかもしれないけど、うん、でも私は器がでかいと思う。器がでかいと思う。Whatever makes you happy。そう本当に本当に、うん、そういう家系ですよね、うん、あっちは、うん、だから。ただね、うん、それをありがたいって思ってる奥さんではいたいと思う。そうですね。まあそういうふうに私のやらしたいことをやらしてくれてて、うん、ありがとうって思いたい、うん、っていうのも今日。フローリング今ちょっとリモデリングっていうかカーペットをフロアに変えろうとしてて、はい、そのフロアの材料を見に行ったわけね、うん、お店に、うん、そしたらあのそのエスティメイトをもらうのに待ってたら、はい、と隣の同じエスティメイトもらうこうカウンセリングしてるあのカップルがいて、はい、であの奥さんが旦那さんに、うん、あの
このカラーはどう、あのカラーはどうって聞いてるんだけど、うん、あの旦那さんは、うん、うーんそれもいいんじゃない、うーんそれもいいねって言ってるの、はい、で奥さんが、うん、なんであなた自分の意見言わないのよって言ったら、うん、旦那さんが、うん、だって君が選ぶものだったら別にそれでいいからって言ったのね、うんうん、そしたら奥さんがブチ切れて、うん、そっから、うんうん、私があなたに意見を求めてる時はあなたの意見を聞きたいのよみたいな分かってるけどみたいな、うん、あ私 の, あのしたい風にやらせてくれるのは分かってるけど、うん、あの When I want your opinion I want your opinion みたいな強いもうすっごい怒ってて、うん、パブリックの場で、うん、そのあの旦那さんがさ、うん、でもさ、うん、俺のオピニオン言ったって、うん、You don't take itうんみたいな、結局はお前のオピニオンになるわけじゃんみたいな、 What's the point? みたいな夫婦喧嘩が始まってて、はいはい、でも聞きながら、うん、いや奥さんそれ旦那が合ってるよと思いながら、どうであれ奥さんの意見が通るんだったら、はい、なんで旦那の意見を聞くんだと、本当に自分が好きなものを選べばいいじゃないかと、うん、で結局しのさんたちはあのしのさんが選んだものが通るんですかあうちはね、いや、うん、でもアンディも意見言ってくれました。アンディもちゃんと、うんうんうん、そういう意見は言うかな。へえ、うん、ありがたいですね、うんうんうん、でも多分どっちかで、うん、どっちか選ばなきゃいけない、どっちも好きってなったら、うん、きっと多分私が好きな方を選べばいいって言われると思うけど、うんうんうん、でもねそれをこうなんかこう当たり前のように、うん、なんかこう当たり前のようにするような、うん、なんか女性はあんまり好きではないけどね、うん、なんていうのかな、こうもうなんかいいのいいの彼はもうどうでもいいのみたいな、あ私の言うことなんか聞いてるからみたいな、うん、アプリシエイトしない人はね、そう、ね、確かに確かに、うん、なんかいるよねそういう人ね、うん、いますいます、なんかこう、うん、旦那さんの優しさをこう、うん、逆手に取るっていうか、なんかこうテイクアドバンテージするっていうか、はい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 、なんて言うんだろう、それがなんかこうカラーなのかもしれないけど、うん、そのカップルの、うんうん、でもなんかこう聞いててこう心が痛くなるというか、うん、なんかそこまで旦那さんのことバカにしなくてもいいですよねって思っちゃう。わかりますわかります、うん、なんかこう、うん、で子供もなんかこうそれに対してバカにしちゃうじゃないですか、そのやり方を見てるといいんだと思っちゃうから、うんうん、それだと悲しいなって思います、ね、うん、確かにね、うんうん、思いました、うん、であとあれだよ、あの私 の, あのお友達ですごく、うん、あの夫婦仲良くしてる人もう何十年もね、うん、その人たちのアドバイスは、うん、あのどんなに喧嘩しても必ず一緒のベッドで寝ることって言ってたの、その人たちは、うん、だからもう怒って、うん、怒るとさもうその人と一緒のベッドなんか寝たくもないじゃん、うん、隣にいるのもムカつくし、はい、でそれでじゃあもう俺はカウチで寝るとか、うん、私はここで寝るとかっていう風になんか寝る場所を離してしまうと、もうそれでフィジカルにセパレーションが始まって、うん、絶対に良くないんだって、ね、どんだけ怒ってても、うん、同じベッドで寝れば、うん、あの必ず仲直りするようになるからって言って、うんうん、なるほどねと思って、だからもう出て行きますとか言うじゃん、はい、実家に帰りますとか、うん、だそれはもうね本当に離婚したいと思ってたらやればいいけど、うん、なんか怒ってる気持ちとか、うん、そのなんつうのこうまあ一旦こうねこう、うん、怒りを収めるために、うん、例えばちょっとカフェに行ってくるとか、はい、そういうのはいいんだけど、うん、なんかもう怒って自分の実家に帰ります1週間2週間とか、うん、なんかそんなに長い間フィジカリーに話してしまうと、うんうん、やっぱそれが普通になってっちゃって、ああのは離れていくようになっちゃうんだって、その人たちのセオリーだと。へー面白いですね、うん、でもなんかわかる気がする、うん、で一緒にいない、で私なんかも実家がないじゃんアメリカに来てて、そうです、ね、出ていきますっつってもどこも出ていかないから、うんうん、もうウォールマートのパーキングでずっといたからねそうなんだ、喧嘩した時も喧嘩した時にでも家に帰りたくないから、うんでもなんかそういうさ出ていく場所がないともう帰ってくるしかないから、バックドアも閉まってますからね、もうしょうがないじゃん、うん、仲直りしないと、うん、なんとかこの人とうまくやっていける方法を探さないとってなるから、うん、なんかそれはある意味良かったかもしれないよね、うんうん、強制的になかなかさせられるっていうかね、うんうん、で
もなんか前にコメント欄で、うん、一緒に寝てるんですかみたいな感じのコメントがあって、うん、なんかだ誰かのコメントか覚えてないですけど、うん、なんかこう彼氏彼女も夫婦でも一緒に寝てるんですかクエスチョンマークみたいな、うん、でえ寝てないんですかって思っちゃって、うん、だからなんか日本の、うん、年の方の夫婦は寝てない人もいるのかな。寝てない人も多いと思うよ。お父さんとお母さんが、うん、一緒に寝れないって一緒にまずさ一緒に寝るぐらいのベッドがある環境っていうのももしかしたらそんなにないのかもしれないし、だ布団とか敷くんだったら、うん、ね、わかんないけどね、うんうん、なんかこう一緒に寝てるっていうのは何、その一緒の例えばクイーンサイズベッドとかに2人で寝てることを一緒っていうのが、うん、お布団を隣同士にしても一緒っていうのが分かんないけど、ああそうですね、うん、確かに、うん、でも私はもう父も母も一緒に寝てるから、うんうん、夫婦は一緒に寝るもんだと思ってたんですよ、うん、なんかいろんな形があるみたい。私のお友達も様々、まあアメリカに住んでる人たちはみんな寝てるよ一緒に。そうですよね、アメリカはそれがスタンダードですもんね、うん、そう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 、うん、でも日本の大学の友達とか、はい、その日本のお友達、うん、まあ、なんか結構聞くとねまちまち、へ、うん、なんか私は子供と寝てるとか、うん、お父さんはお父さんでお父さんのなんか畳の部屋で寝てるよとか。でも仲いいんだよ、別に仲悪くはないの、うんうん、でもなんかこうほらこう自分のさ気持ちいい寝方ってあるじゃないね、うんうん、でだからこう夜更かしする人が、ね、夜更かし奥さんが夜更かしだったり、うん、旦那さんは早く寝る方だったりとかね、うん、なんかこういろんな生活スタイルに合わせた夫婦の形があっていいみたいよ、うん、なんかアメリカでもそんなようなドキュメント見た。あ、そうですか、うん、なんか健康的 なんかマリッジライフには、うん、なんかお互いのお互いのスペースを持った方がいいみたいな。例えば、うん、奥さんの趣味の部屋と か、うん、だかよくガラージがさ旦那さん のメンズケーブが言うじゃん、うん、だから旦那さんがそこで、ね、テレビつけてフットボール見たりとか、うん、そこに専用のなんかビール置く冷蔵庫があったりとかさ、 ありますああいう本当にここはお父さんのスペースだから、うん、ここがお母さんのスペースだからっていうようなところは、うんうん、あった方がいいんだって、うん、へえ、うん、でもなんか寝る部屋が別かどうかっていうのは別かもしれないけど、うん、うん、だから少しはなんかそういうあの日本のこうスタンダードの、うん、あれ基準っていうのは、ね、どうなんだろうね、一緒に寝るじゃなかったんだなって私はもうそれでほはそういうクエスチョンするんだって思っちゃって。そうね、私でもそうだね、私自分の親はお布団が並んでたね、みんな一緒に、うんうん、一緒に私も一緒に、うん、お兄ちゃんも一緒にこうお布団が4つ一緒にね並んで、一緒のお部屋にお布団が4つあった感じ、うん、川の字みたいになって寝るってことですよね、うん、そう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 、うん、確かね、うんうん、だったかな。そこら辺がちょっとあ面白いなって思っちゃいました、うん、全然知らなかったんで、うん、確かにね、うん、でもこれ ね一緒に寝ると思い出したけど、多分これね、うん、あの国際結婚してる人ないしは国際カップルな人は多分リレートできることだと思うけど、うん、あのね、肌の温度が全然違う、あの冷たい肌の、うん、なんていうの肌はあの体温、体温、うん、だからその寒いことに対して寒いって思うレベル、はいはいはい、が西洋人とアジア人完璧に違くて、うん、これ全員に共通してるの、うん、お友達にも聞くけど、うん、だうちは旦那が白人じゃん、はい、あのジェイコブも白人だけど、ね、前の旦那も白人だけど、うん、でアヒコさん黒人じゃん、うん、だから人種ではないと思う、多分育った国だと思うのね、うん、はい、日本ってさ、私がちっちゃい時そんな学校にもクーラーとか入ってなかったし、うん、お家にもクーラーは特にクーラーがついてる部屋があるだけ で、うん、クーラーついてない部屋もあったのよ。ありました、全室の冷房とかじゃないじゃん。ないです。だから暑い時は今にクーラーがあって、うん、そこでみんなご飯食べたりしてたけど、うん、寝る時にはもう、うん、あのクーラーのない部屋で扇風機をこう回しながら、うん、そうですそうです、暑い暑いって寝てたのよ。はい、でそういう環境じゃん、はい、でだからあのでもこの人たちって、うん、西洋人の人たちってこう、まあ、特にアメリカはね、はい、家の中全冷房が全暖房で育ってるから、そうです、もう家の中では、うん、例えばノースリー1枚、うん、でも表冬じゃん、うん、でも表出る時にはそのノースリーにダウンジャケット着て学校行くみたいな、そうそうそう、お前の季節感どこだと、そうそうそう、なんか日本人はね今日寒いからヒートテック着てとかやるじゃん、はい、ちょっと靴下も長めでとか、はい、そういう調整をするじゃない、うん、もう調整っていう感覚ないじゃん、ないですね、こっち本当に。だからさ寝る時も彼は、うん、
アンディはすっごい寒くしたいわけよ、うん、もうクソ冷蔵庫みたいに寒くして、うん、しかもこう分厚い布団をかけて、うん、頭だけ出して、うん、頭にこう扇風機の風を当てたいわけよそれジェイコブでしょ、うん、完璧みんなそうだよこれ8割方全員そう、みんなシーリングファンもあるのに、うん、自分のベッドサイドのファーニチャーに、うん、専用 の, 扇風機あのフェンを置いて、うん、顔にガンガン風を当ててるの。そうで私横でさ、うん、風来るじゃん、うん、来る。だから枕のケージをさこう枕3つぐらいトントントンってこう、うん、あの重ねて、はい、風来ないようにするじゃん、うんうん、で寝るけどそのうち崩れるじゃん枕が、はいはいはい、で私口開いて寝ちゃうの私ね、うん、バカだから途中でおっなるの乾きすぎてその風でおっおっって言って起きて寒っってなってはい、はい、でパッて見ると、うん、アンディがもうカクーンみたいにこうくるまってるのこの布団にすっごい、はいはい、そんなことするなら、うん、消せよファン切って、うん、AC 上げて、うん、タオルケットだけで寝ろやみたいな。本当に本当に本当にいつもこれね毎晩毎晩、うん、結構なアーギュメントの理由なんで、ね、なんで私こんな毎晩毎晩、はい、寒って言って、うん、お布団入んなきゃいけないの、はい、1回ぐらいは、うん、あったかいわーって言ってお布団に入りたいって言ったのね、うん、そしたら向こうは、うん、寒い人は着ればあったかいじゃん、うん、暑い人はこれ以上脱げないんだよっていうの、うん、分かるようで分かんない分かんないタブランケット着るんじゃねえとか言う、ね、そうだったらその掛ける掛け布団、はい、掛けなきゃいいじゃんそう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 お腹の上だけバスタロかなんか掛けて寝ろよみたいなしたらそれは子供じゃないんだから、うん、できないって言われて、うん、あそうなんだそれはプライドがあるんだ、うん、面白いなそうだから全然違うよ。アンディはもう、うん、あの普通にあの自分のパンツと、はい、お布団寝てるけど、うん、私は横で、うん、お布団の中にブランケットあって、はい、お布団があってしかもパジャマもちゃんと着て、はい、なんなら靴下も履いて、うん、でこうやってくるまって寝て季節感全然違う、ね、季節感なしなしよもうほんとこれなんかが起きて、うん、エヴァキュアイとなったら、うん、全然季節感違う人が出てくる出てくるよでも多分絶対これ共通してると思う。私のジェイコもそうですね。顔にファンを当てるのは完全にやってます。でしょ？はい。まあじゃああれわけがわからないんだよね。うん、だってなんなら日本って扇風機とかほらタイマーにして、はい、寝てる時に風がね、うん、当たるのは良くないって言って。あそうなんですか、うん。自然の風はまだいいけど、うん、なんかわかんないけどねこれも、うん、昭和のおばちゃんのあれかもしれないけどこのエレクトリックに来る扇風機みたいな風は、はい、あの夏風邪を引くからって言って、うん、いつも気荒れてたけど、うん、多分絶対電気代浮かせるだろうね。だろうね。今ちょっとそう思ってきた。なんか考えながらどういう違いその自然の風と扇風機の風ってどう違うのって今思ったけど、うん、多分絶対電気代だな。電気代。あのクソババは電気代だなきっと。まあまあまあそんなところだ。そんなところでしたね。うん、だからちょっとあのすみませんね、まあ、はい、うん、いろんな仲直りの仕方がありますよ。そうですね、はい、うん、あのでもボトムラインね、はい、あのもうあの一緒にいたいなら、はい、仲直りしてもうどうでもいいと、はい、うん、謝れと。そうですね。あ、じゃあ、 あのズバッと切るぜ、はい、しのぶとなるみの質問コーナーに入りたいと思います、はい、ちょっと面白い質問こうだったのでちょっと読みたいなと思ったんですけど、はい、ペンネーム綺麗に年を重ねたい。そりゃそうだそりゃそうだ。在オーストラリア大学院生だそうです。おー、オーストラリア、はい、11月卒業予定です。じゃあ大ちゃんがいるところだ。本当ですね、うん、過去小言第37回の冒頭で謝罪をされていた件について私が思ったことです。私がポッドキャストを聞いているときは勉強で疲れた脳みそを休めているとき論文でリファレンスやインテキストサイテーションが大切なのは痛いほど理解していますが、なるみさん、しのぶさんにはそんなことは気にせず話をしてほしいんですそもそも女子の話は起承転結なんてものはほとんど存在しません。本当にその通り本当に仲良しの友達と話しているとああだこうだと言っている間に何時間も過ぎますが、うん、結局何の話をしていたかを聞かれてもその通りほんのちょっとしか覚えていない。これは私だけですか。いや、私もです。はい、うん、視聴者さんが増えていけばいくほど様々な意見が耳に入ってくると思います。でも私から見てみれば
正確な情報、筋書き通りに進むプログラムを求めている、あ、求めに来るなら NHK のラジオでも聞いたけど思ってしまいます。だってポッドキャストはリスナー自身の意思でアクセスしているんですからと、自称猫かぶりキャピタル B は感じてました。猫かぶりキャピタル B ね。そういうあれもあるのね。あります。なるほど、カテゴリーカテゴライズです。そうですよね、はい、いいね、はい、うん、でなんでここからここに入るのかわからないですけど、でやっぱほら女子の話はほら気象転結全くないから。あ、そう、うんうん、次の説が、あの女子が太り男性が痩せる理由。あ、そう、なるみちゃんが言ってたやつね。あ、そうですね、うん、先日日本の家族より持ってきてもらった明治のタケノコの里を食べようとしました。白人系オーストラリア人の旦那はそれ何味と見たら分かるじゃないか、チョコクッキーだよ。しかし精鋭で面倒と感じた私は無言で切断し、チョコレートコーテッドバンブーシューチョコレートコーテッドバンブーシューとってなんだよタケノコの里って英語で言ってるんだ。翻訳したクレバーだな、すごいな。お願いいたもう無視でしダメだ、ハマっちゃった、お腹痛い。あの無言で差し出した彼が言ったんですね。違うよ、だから、うん、もう無視し、ひたすら食べ続けました。その無視、え、彼が言ったんですよ。精通で面倒と感じた私は無言で差し出して、うん、あ、彼が言ったのか。そう、チャークコーレバンブーシュート無視し、ひたすら食べ続けました。受ける、うん、あ、じゃあ聞こうか、うん、君が食べたロッテのコアラのマーチはコアラをさばいてお腹にチョコレート、お腹にチョコレートをぶっ込んだんか、コアラの味がしたんか。やばい、読めない。あ、パクパク食べてる私が目の前にいるんだから、どっくらもられてねえよ。ほら、 take a risk baby。 こういう男性の貴重、あ、慎重に確認して安全なものであれば手を出すって感じが異国で痩せるのかなって思います。チャレンジ精神を見せてよと思います。で、今後取り上げてほしいテーマ、そんな猫かぶりキャピタル B も、うん、昨年白人系オーストラリア人の男性と結婚し、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、子供の話がリアルになってきましたと、うん、そこで白星さんの出産経験やなれみさんの理想プラン、子供が欲しくない里帰り出産と出産経験かい、うん、お答えできるか簡易で答えてほしいです、うん、ちなみに今後私たちが子供を授かった場合、オーストラリア出産で予定しています。旦那には、うん、俺血苦手で気絶しちゃうから、うん、出産立ち会えないよと言われましたが、うん、私は異国の地で一人出産って何だか心細くなりました。この世の、あ、でも世の中の母たちは強いから私にもできるかな、それじゃあまたっていう、うん、このね、史上最高面白かったですね。史上最高面白かった。お腹よじれました。これ大ちゃんの E メールの、あの、うん、2個目ぐらいにお腹よじれました。面白かった。何ですか、オーストラリアは面白い人が集まってるんですかね。多いのかもしれないですね。でもこのね、出産に立ち会えないよっていう旦那、うん、ふざけんじゃねえだよ、はい、ふざけんじゃねえぞ、まあ、立ち You're gonna be there、うん、You're gonna be up in front。 そうなんだ。それね、オプションがあるのがムカつくの。あ、そう、私にオプションくれた？ないですね。私がいつ私の内臓を全部、うん、あのね、サクラファイスして、うん、ここにエイリアンを入れるって言ったのか、私がみたいな。Just because I'm a woman, I'm not signing up for this. 確かに。You're gonna pay for this. 一緒に いさせたんですか、じゃあ、シロさんは。いさせた。いさせた。最初のエリカの出産は、うん、あの日本で産んだので、うん、あのしかも江戸川区のね、はいはい、すごくちっちゃな病院で産んだから、うん、昔からやってるような、うん、だからさ、英語喋る人が誰もいなくて、はいはい、あの分娩室入って、分娩室に11時間ぐらいいたんだけど、うん、分娩室もさ、アメリカって個人部屋なの、はい、分娩するお部屋って、うん、っていうか、出産分娩なんあの陣痛を我慢するところから始まって、はい、ずっと出産まで一、うん、人のその部屋でやるのよ。
だお医者さんが来て、うん、そこで分娩させて終わるのね、はい、でも日本の場合は、うん、あの陣痛室ってところがあって、はい、でも私は行ったところだよ、うん、で陣痛室に行って、うん、そこでもう分娩が始まるなってお母さんが分娩室に移動して、はい、そこで分娩して、うん、赤ちゃんを取り上げてもらって、うん、入院するお部屋に戻るんだけど、うん、アメリカは全部あそこで一つの部屋で終わるから、うん、とても合理的だよね、お母さんどこにも行かなくていいから、はい、だから分娩室に入ってあの言われてる時もさ、この旦那が聞くわけよ、前の旦那がね、うん、なんて言ってるの、なんて言ってるのとかさ、うん、何今入れたの、うん、それは何の IV とかさ、うん、もう最初は良かったんだけど、うん、もう3分ぐらいごとに陣痛来る時にはもううるさくて、はい、もう I don't have a fucking time for you それもふーって頑張りながら3分の陣痛が起きた時に、彼がそのあの 何を欲しいかと、なんかこう氷をね、あのハイドレートしちゃうから、はいはい、氷を口にあのあげてくれと、お水飲めないから、はい、こう陣痛を我慢してる時にうんってやるから、はいはい、お水飲めないじゃん、はい、だから氷を口にあの、うん、あげてくれって言って、その氷がなくなってくるから、うん、なくなってきたらしくって、うん、でこう氷を取りに行きたいんだけど、うん、どこに氷マシーンがあるか分かんないって私に言ってきたの、はいはい、でそこで私が切れて、うんうん、探してこいって言ったのその辺行って探してこい、どっかにあるってもう最終的にはもう出ていけたんだからね。あ、そうなんだ。もう出ていけた。結局キックアウトされたんだ。キックアウトはされてないよ、うんうん、されてないけど、うん、私のキャピタル B がもうマックスだった時は、イライラしてね、イライラしてイライラして、うん、なぜか分かんないけど、その普通に座ってる、うん、前の棚にムカついて、うん、こんなに私痛いのに、うん、なんでお前普通な顔してんのみたいな、うん、もっと顔作れみたいなさもっとこう辛そうな顔しとけそこでみたいな、うん、顔作れるなら来るんじゃねえみたいなさあ、そこら辺の勢いを出していったらいいですね、彼女も。そうね、うん、彼女もね、これはね、あの彼にね、あのね、そんなこと言ってノーチョイスって言って、はい、うんうん、You and me make this baby together so you will be there no matter what it is 、うん、まあでもね、うん、それはあのおささておき、うん、私が生まれた時父寝てたって言いましたから廊下で寝てたとか言ってたお父さん寝てたんだ、うん、おー生まれたんかみたいな、そうそうそう、生まれた、それじゃ親戚のおじさんだよそれじゃあ本当か分かんないですけど、まあ、そんなこと言ってましたね、だから寝てたんだなと思って、でもあーウケる、でもね私はあのご質問に答えなきゃね、うん、なんだっけ、私は理想欲しいですね、子供は、はい、うん、で里帰り、多分里帰り出産するんじゃないですかね、多分てかどこにいるかじゃん、そうですね、確かに、うん、基本的にはなるみちゃん一応沖縄に帰る手でしょ、そうですね、そしたら沖縄にで出産するから、うん、うん、そうそうそう、そういう予定、まあもちろんそこがね、あの、うん、お父さんとお母さんのいるところじゃなかったら、うん、おそらくそっちの方にね、お父さんと、うん、沖縄は沖縄でもお父さんとお母さんの方の近くの病院とかでやるのかね、そうですね、うん、うん、上なんとか病院とかで生まれたら、うんうん、そこで産むかもしれない、あ、いいね、そういうのがいいと思うわ、やっぱり、うん、親子代々っていうね、そうですね、うんうんうん、っていう感じですかねそうだね、うん、あ、でも面白い、ジェイクはあの付き合わさせます、いや、もうそれはだからあのノーチョイス、本当ノーチョイス、うんうん、見られないとかそんなのもうノーチョイス、ね、本当、うん、見られないとかね、でも唯一、うん、あのなんだっけなんだっけあのほらエピドロール無痛分娩、はいはいはい、やる麻酔をするときだけは、うん、あのどうしても見られないって言われて、あ、そうですか、前の旦那が、うん、それはもういいよと、うん、もうそんなに言うなら、うん、あの出てっていいよって言ったけど、うん、それだから、うん、あの見られなかったみたい、なんで見られないんですか、あのこの脊髄のところに長い太い針をあ刺す瞬間を見られないってこと、刺すのを見られない、うん、そこにいられないと、はいはいはい、怖くて、うん、怖くてなんだよと思いながら、うん、私やんなきゃいけないんだけどあなたが怖いんじゃなくて私が怖いわ、ね、私が怖いわ、うんうん
そう、まあでもね、うんうん、ありましたね。でまあ、街道的にはあの強制出航ですね。そうだね、うんうん、あの文明怖いとかあのほざいてるんじゃねえぞっていう、強制出航でお願いしますっていうのが答えですかね。そうだね、はい、もう1時間8分になりましたんで、うん、あと最後の一言言うと、はいはい、どうした？この、あの彼女が言うこの正確な情報を筋書き通りに進むプログラムを求めているなら、うん、NHK ラジオでも聞いとけって思ってしまいますっていうこの、あのこれね、うん、これね本当にその通りなんだけど、うん、あのね、なるみちゃんがね、あのアメリカこの独舌ライフのポッドキャストをカテゴリーしてるところが間違ってる。そうそうそう、申し訳ない、あれは本当に私が間違えて教育にしちゃってるでしょ。そう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 、それがあの間違ってる、私が間違ってる、それは全て私が責任取りますわだからあのカテゴリーを、うん、コメディにしときます。娯楽とかに変えたらいいんだと思う、はいはい、どうやって変えるかもう分かんないですよ。分かんないけど本当に本当に分からない。そう、分からないけど、うん、変えときます。そしたらあのね、皆さんもね、うん、あ、娯楽なんだと思って見られますからね。そうそうそう、うん、もう娯楽だったらもう全然勢いで OK よ。確かに。もう教育に入っちゃってるから、うん、確かに。そりゃあなた。だって NHK の隣に間違ったこと言えないわ。確かに。CNN の隣に来たりしてますから、ね。それは求められますよね、最低限。失礼。本当に失礼。はいはい、あの写真が隣に来たら。はい、申し訳ない。うん、ということで、はい、これで終わりたいと思います。はい、シロさんの、ね、はい、ライフについて知りたい方は、シノフィリップスで、はい、あのインスタグラム、はい、あの探してみてください。そうですね。で、フェイスブックも盛り上がってますんで、うん、そうですね。はい、フェイスブックの方もあのアップデートしているので、はい、アメリカンライフで、シノボナルミのアメリカンライフで調べてみると出てくると思います。はい。はい、うん、あとね、ジェイコブのね、はい、コブ塾も、うん、あ、そうそう、コブ塾もやってますんで、ん、うん、言ってあげた方が、はい、コブ塾も、はい、うん、英会話やってますんで、うん、私ね、いくつかレッスン見させてもらいましたけど、うん、あの本当に彼は教えるのがすごく上手だと思うので、ネイティブとあれだけあの、うん、密な時間で、あそこまで彼が、うん、あの説明するの上手だし、うん、で困ると日本語でも喋れるから、はい、あの本当にいいサービスだと思うので、これ別にこれあのうちうちの人間をあの、うん、一生懸命あのアピールしてるんじゃなくて、うん、公平な目で言ってるんですけど、はい、何かなので、 もしね、英会話のチャンスを、うん、あの何かこう探してる人は、はい、別に何のコントラクトもないし、うん、そうですね、1回だけふーってね、うん、じゃあトライしてみようかなって気持ちでも、うん、やってみたら分かると思います、はい、うん、でプラスあの私たちのリスナーさんであるひろみごうさんは、ああもうひろみごうさん、毎週毎週金曜日に本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます、コブ塾を金曜日にブックするともれなく私がついてくるっていうねそうなんですかそうなんです、私のコメントがついてくるっていう、あ、そうなんです、うん、あのジェイコブがやってる時に私まだ仕事してるから、あ、そうかそうかそうか、うん、そう後ろにいるんです、こんにちはってね、出てくるって、はいはい、私が、うん、っていうのがまあついてきますよっていうので、はい、はい、で、はい、今日はうん、ここまでにしたいと思います。そうですね、はい、Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we will see you in our next podcast. はい、バイ。